対局開始。はい、岡山将棋教室です。よろしくお願いします。ご機嫌中飛車。今回は中飛車の将棋を2局ご紹介しようと思います。よろしくお願いします。相手は4四歩とついてきたので、これは持久戦の構えとなっています。こちらは美濃囲いにして軽くさばくような展開を目指していきます。こちらのこの指し方は非常に有力なので、ぜひ参考にしてみてください。三間飛車に振り直して7三の桂頭を狙います。こうすると相手は玉を囲う暇がありません。この展開だったら玉の硬さに差があって、5筋と6筋の拠点も大きいので、こちらが十分だと思います。相手は非常に動きにくい状態ですね。4五歩から強引に動いてきました。こちらは相手の手に乗って反撃を決めたいところです。とりあえず4六角が急所ですね。5五の歩取りを防ぎながら、次に5四歩で飛車取りがありました。この4二飛車は5四歩の時に飛車取りをあらかじめ防いだものなんですけど、ここは自然に銀交換して飛車を走って優勢となります。この桂打ちも非常に味のいい一手で、次に3四桂で王手飛車があります。銀を打たせたので相手の攻撃力がさらに減りました。ここは悠々香車を取って駒得を広げていきます。この辺りも細かいんですけど、こちらが少しずつ得をしています。具体的にはこちらだけ5筋に歩が使える状態となっています。2分。そろそろ相手玉を寄せに行きます。こちらは9一の馬があまり使えていないので、この馬を使うのがポイントですね。これで相手玉は受けなしとなります。4二の金が助かりません。こちらもかなり攻められてるんですけど、なかなか自玉に詰めろがかかりません。これは4一の角を取って一手勝ちですね。よくぞやった。はい、それでは2局目ですね。よろしくお願いします。ご機嫌中飛車。相手が7四歩とつかずに3二玉と寄ってきたので、これは持久戦の構えですね。こちらは1局目と同様に美濃囲いで軽くさばきに行こうと思います。
この6五歩と位を取るのが急所の構えで、ここの位を取ることによって相手に6三銀の形を作らせません。相手は7三に銀を上がるしかないんですけど、こうなるとお互いの銀の位置に差があるため作戦勝ちになりやすいです。高みの囲い。相手は銀冠から穴熊に切り替えてきました。まあ、こちらは自然に指していって不満はありません。相手は一応穴熊なんですけど、こちらも金銀4枚の高美濃に組めているので、現状はこちらの方が硬い状態です。なので普通にさばき合えばこちらが勝ちやすい展開と言えます。2分30秒。この飛車引きは結構大きな手で、こちらは4筋から攻めていきたいんですけど、すぐに攻めていった時に4五歩同歩同銀で将来的に4六歩と叩かれる筋があります。まあ、その際に4六歩を同金と取って5七に角とか銀を打たれる傷がありました。6九に飛車を引いた手は5七に角とか銀を打たれる手を未然に防いだものとなります。この8六歩は当然もう取らないですね。角をさばいて一手勝ちを目指します。叩きの歩。とりあえずこの歩は叩いておいて損はありません。同飛車と取らせることによって飛車の横利きがなくなります。この局面でどうやって攻めるかですね。5三金だけは悪手です。攻めに金を使う手は大体悪手と覚えておいて間違いありません。金の役割としては相手の玉を最後に詰ます時と受けに使う時のこの2パターンでのみ活躍すると覚えておいてください。こちらは桂馬と歩を使って攻めていきます。安い駒で攻めることによって相手は受けが効きません。たった今金を使って攻めたところなんですけど、さっき金は使うなと言ったじゃないですかと思われた方はかなり鋭いですね。1分30秒。まあ、今回は3一の金が必ず銀と交換になるため打ちました。さっきの局面に少し戻っていただきたいんですけど、さっき5三に金を打った場合は何も駒と交換することができません。3一金の場合は3二の銀といつでも交換できるので、この差はかなり大きいですね。これで相手は受けるスペースがありません。一手一手の寄り筋となります。これで相手玉は必死ですね。綺麗に寄せ切ることができました。1分。お前がナンバーワンだ。はい、今回は中飛車の将棋を2局ご紹介しました。軽くさばくような指し方を参考にしていただけたら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。